はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日はヘロドトスさんをやっていきましょうということになります。ヘロドトスさん、このヘロドトスさんはですね、主観的な立場でいいですか？主観的な立場でこう歴史をこう語っていくというふうな形になります。で、何でもそうなんですけれども、あまり客観的な事実だけをこう歴史の変遷として追っていきますよというふうな形を取るとですね、いいですか？主観的な要するに形だけで、要するに歴史観を語ってしまうとですね、やっぱりこう面白くなるんです。どっちかっていうと、面白くなる。これは主観的によくはないんですよ。よくはないんですよ。なんかこう、こうあって、こうあって、こうあって、こういう風なことが起こったんだよっていう風になった方が面白いじゃないですか。はい。要するに初代木陰とね、初代要するに木陰と要するに橋山が要するに何かをしてみたいな感じで、こうなんかその橋山視点でこう要するに物事ってこうバーってやっていく方が、やっぱりこう物語としては面白い。ナルトくんとかそうですね。あのアニメのナルトくんとかそうじゃないですか。まあ今、ボルトですけどね。はい。ナルト君とかボルト君は、ナルトの視点に立って、こう、バーって物事を見ていって、その木陰になり立つまでっていう風な形で見ていった方がですね、まあ歴史としては、まあ面白い。面白いんですが、客観的な事実としてはあまりよろしくないという風な形になります。というわけで、このヘロドトスの作品、歴史というね。ヘロドトスの作品、歴史。これは作品名ですよ。作品名、タイトル名で、歴史ということになりますので、ね、皆さんしっかりと覚えておきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。